ゲームイコール e スポーツじゃないって感じなんですよ。人同士がこう競い合うんで、まあ、これを e スポーツと呼んで人が感染したりすると。東広島市に拠点を置く e スポーツのプロチーム、広島チームイクサの運営などを手掛ける板垣守さんです。勉強会には県議会議員およそ10人が参加して、 e スポーツの格闘ゲームに挑戦しました。プレイヤーの勝敗が決まると会場は大いに沸きました。板垣さんはグローバルな盛り上がりを見せる e スポーツですが、感染者の2割程度は競技の未経験者であること、野球やサッカーのように体を鍛えて試合に臨む選手もいることを話しました。スポーツだったりをこう応援したいという人が結構広島多いと思うんで、そういったのを e スポーツにまで広げて、いろんな人が応援してくれるというような状態にしていくっていうのがまずは第一歩。板垣さんは県民が e スポーツへの関心を深め、大型大会の広島誘致につながってほしいとしています。